アゼルバイジャンオリンピック委員会は、アゼルバイジャンの国内オリンピック委員会。ソ連崩壊後の1992年に、逸話のリアキ、アゼルバイジャン国内法に則っ,って設立された、非政府組織で、1993年に国際オリンピック委員会の承認を得た。アゼルバイジャン大統領、イルハム・アリエフが委員会会長を兼務している。1992年に設立され、 1993年に国際オリンピック委員会に承認された。アゼルバイジャンが独立国家としてオリンピックに初めて参加したのは1996年からであり、以降すべてのオリンピック大会に代表選手を派遣している。1952年から1988年までアゼルバイジャンのアスリートたちはソビエト連邦チームとしてオリンピックに出場していたが、 ソ連崩壊後の1992年以降は、バルト3国を除く旧ソビエト連邦、構成国家によって構成されたオリンピックの EUN 選手団の一員として、オリンピックに参加していた。夏季オリンピックでは、レスリング、射撃競技、ボクシング、柔道などで、計16個のメダルを獲得してきたが、冬季オリンピックではまだメダルを獲得していない。ヨーロッパオリンピック委員会。 第27回総会で、アゼルバイジャン委員会副会長のチンギス・ヒュセエンザーで、がオリンピック準備委員会ののメンバーに、また事務局長、アガヤン・アビーエフが、技術委員に選出された。逸話のリアキのもと、アゼルバイジャンにおけるオリンピック推進運動を、保護発展させることを組織の目標に掲げている。1、会長イルハム・アリエフに、副会長アブルファス・ガライエフさん、副会長、 チンギスヒュセエンザーで4、副会長ハザルイサイエフ5、事務局長、アガヤンアリエフ。ありがとうございます。